イエーイ。こんばんは。いかがお過ごしですか。ごめん、ちょっとめっちゃ邪魔してくるやん。せーの、アップアップガールズかっこかにです。イエーイ。イエーイ、始まりました。はい、ということで今週もショールーム始まりましたけど、はい、皆さん元気ですか。イエーイ。パチ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 やって、ありがとうございます。あ、そうだね。先週もうそういうの拾わないようにする。オッケー、あれだよね、こたつは先週大変だったでしょ。そうなんですよ、自由な感じで、あれアプガのですね、問題児、うん、イニアズサーを引き連れて2人で生放送したわけで、はい、でも頑張って、うん、放送を終えたおかげで、皆さんにはちゃんと暴れ馬を乗りこなしていたと、うん、いうお言葉をいただけたので、先にね、はい、私も2人でやったことあるんだけど、うん、大変、話を聞かないし。そうなんですよ、話にも乗ってこないしね。宇宙人でしたけど、何度かもらい事故した気はしますが。しますかね。はい、全然、はい、まあよかった、許容範囲という感じで終わりました。よかったです。ということで、はい、うちらは、あ、うちらはって、私たちは今街中ギリギリつか隣にいるのが私とはいえさ、すいません、うちらーとか言って言われても、すいません、私たち今町田からやってまいりまして、うん、今日は町田でスイマーのねイベントがあったんですけれども、熱いイベントになりまして、元気ですか。どう待って待って待って、どういじゃん、何の話、ちょっとどうしようかな。話がさ、困ると元気ですかって言ってくるの今日。やばいじゃん、めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖い。来てくれた、今日来てくれたっていう方いらっしゃいますか。いるかな。元気ですか。元気ですか。来てくれたみんな元気ですか。元気ですか。こらつ寒くないよ。浮きまみれ寒くないよ。ね、寒そうよ。行ったって。ありがとう。ありがとうございます、来てくれた人、ありがとう、ありがとうございます。精神だけは言ってた、ありがとうございます。届いた、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 それ感じてた。すごいね、間に、もう今回もうほんとギリギリ今到着したみたいな感じで、うん、なんですか、ライブ後ほや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 で今ここにいるんですけど、すごいね、またライブハウスがすごい初めてのところでやってもらったんですけど、そうそうそう、お客さんがめちゃめちゃ近くて、そうなんですよ、なんかああいうのちょっと久々だった気がする。久々だったね。で、私たち以外はみんなバンドさんだったので、うん、ステージでもドラムセットとか置きっぱなしでやってるので、うん、やっぱそういうのって新鮮じゃん。新鮮だね。なんか自分たちもそういうちょっとこう、なんかバンドのライブって熱いってイメージがあるところに、少しでもこうお邪魔させてもらってるみたいな気がして、もちろん熱くしなきゃいけないなとも思うし、なんかそのパワーをすごい感じられて嬉しかったですね。なんかね、一緒にね、盛り上がる、アプガ以外のファンの皆さんも盛り上がってくれたりとかして、めちゃアイドルは私たちだけだったじゃん。そうですね。でもまあアイドルと関係なしの可愛いとかも知らない、もうなんかとりあえず汗かいて汗飛ばして、違う違う、何やってても可愛いから私たちは一応そういう手でいこう。わかりました、そういう手でいきましょう、ね、はい、そうそうそう、そうですね、そう、だからどんだけ汗かいても暴れ狂ってても可愛いから大丈夫。安心して、はい、わ、はい、うん、かりました先輩。そんな感じで楽しいライブになりまして、おっしゃる通りって言ってる。お、エロティ疲れてんの。疲れてないよ、書かれてるよ、今日もエロス全開だぜ。いや、ちょっとおかしいな、いや、最初と違うわ、どっちかというと始まってから一切感じてないからな。はい、ということで、まあ、そんな今日はちょっとテンパってるモリティがですね、MC を担当していくんなので、はい、そのフォローよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃ早速ね、ちょっとせなかったタイトルコールをしましょう。はい、せーの、アップアップガールズカッコガリの戦場カッコガリタイトルコールするとなんか始まったって感じですよね。ね。はい。ということで。頑張ってね。ありがとう。応援されてる。お願いします。じゃあまず自己紹介からいきます。はい。はい。今日も元気もりもり。ちょっとテンパりももりもりですが頑張ります。森崎でーす。そして、はい。常に熱くれしいほど全力投球フルカーコナツでーす。はい。全力でサポートしていきたいと思いまーす。お願いします。ということで、じゃあまずはショールームの参加方法から説明したいと思います。はい、お願いします。了解です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。そしてポイントが多いほど皆様のキャラクターが前列の前に出てきますので、どんどんアピールしちゃってくださいね。そして番組に参加するには無料のアカウント登録が必要なんですけど、まだね会員登録が済んでない方は
登録お願いします。ということで現在のランキングを確認したいと思います。東京タワー来てますよ。嘘、本当に嬉しい。本当だ、トシさん、トシ台湾さんだ。ありがとう、台湾さん、ありがとう。今日も見てくれてるんですね、ありがとうございます。3位がグララさんです。グララさん、ありがとう。これグララさんの何、これ言っていいのかな、だいぶ気持ち悪いね。言っちゃった馬、ごめん、私結構正直者だから、正直者だ、出ちゃったけど馬だね。え、こういうアイコンあるの、あるんですね。すごく、でもあの目立ってていいと思う。はい、斬新でございます、うん、そして2位がですね、ペですか、ね、ペルサさん、ベルサさん、ベラベですね、ベですね、ベルサさんです。ありがとう、コナちゃん、はーい、コナちゃん、ありがとう。あ、初のアイコンだね、ありがとう、嬉しい。そして1位がピーちゃんです。ありがとう、ピーちゃん、ピーちゃんもコナちゃんのアイコン使ってくれてる、ありがとう。ポリセイのアイコン、あ、大丈夫大丈夫。だってあのアイコン可愛くないからさ。なんでそういうこと言うの。ポリティのアイコンもみんなよろしくね。はい、ということで、はい、今日もね、きっとこの放送をアップアップガールズカッコカリの YouTube 公式チャンネルから見てる方も、生放送じゃなく見てる方も多いと思うんですけど、ぜひ毎週火曜日の22時からショールームで生配信してますので、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでちょっと1週間をね、ここで振り返りたいなと思うんですけど、あ、昨日ねチーム負けん気のツアーが無事に幕を閉じました。お疲れ様でした。お疲れ、楽しかったね。いや本当にこうやってショールームでもたくさん相談してきましたけど、今回は7カ所、7大都市を全て回らせてもらって、で2公演とかもあるところもあったので、全13カ所だったんですよ、で負けん気のメンバーが13人だから、まあね、ショールームで誰が言い始めたか知らないけど、本当ですよ、一人一つ担当して毎回違うプロデュースするとか言い始めるから、はいはい、はい、もうすごい楽しかったんだけど、ね、その分すごい大変で、腹パンパンだった。でもなんかその分ね、毎回こうあれが面白かったよとか、これが面白かったよって、あとプロデュースのために見に来たっていう、ね、そうだね、言ってくれる人とかもいて、やってよかったなって思うし、本当に皆さんの意見で、やったこといっぱいあるんですよ。ありますね。カラーのやつとかね、アイナちゃんね、カラーメンバーカラーごとにやったりとか、あとダンスの公演があったりとか、ありましたね、そういう風にね、こう異色なこう組み合わせでやったりとかしたので、はい、それがみんなと一緒に作り上げられてすごい楽しかったなと思ってますね。私結構ね、まあ元気のツアーね、すごいねお腹いっぱいで、まあまずその初日にポシボのごとゆきちゃんのラブリラブリっていうソロ曲をね、ショールームで言いまくってたもんね、ショールームで言いまくってた、やりたいやりたいって言って、初日にやらせてもらったりとか、あとまあ東京公演で、佐保あかりのプロデュース公演で、傘パクってダメってちょっと気になってたら、とりあえずいいや、佐保あかりの公演で、エロティエロティ、ちょっと待ってみんな、チャーチャラチャーチャラチャーチャラチャ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 、女の子の秘密見て、傘持ってきちゃったー、まだ持ってる、パクりっぱなしかよ、仮パクしてるじゃん、傘まだ持ってるんか、仮パク返してやれってそう、これ聞いてください。これなんでここにあるかと言いますと、まあ、今日のお昼に札幌から帰ってきたんですけど、広島、大阪、札幌って3連戦だったんですよ。で、まあ、その広島でね、モリティがプロデュース公演をして、まあ、ちょっとわがままを言いまして、12人をバックダンサーにモリティがラブリーラブリーをね、まるまる1曲歌うっていうコーナーをやったんですね。それで、まあ、この傘を使えなかったわけですよ。で、なんかまあ、これはポシボーサイドからこう借りてるね、もの、ゆきちゃんのものだから、ちょっと自分がやっぱ責任を持ってわがまま言って借りたので、責任を持ってね、こう移動を持ち運びしないとなって、管理しないとなって思いまして、大切に大切に新幹線の中も飛行機の中も持ち歩いてましたなかなか面白かったですよ私服でね、キャリーバッグ持ってるのにこの傘だけ持ってるって、そうそうそう、全然合わないの、洋服のテイストとだけど、はい、ちょっと持ってきちゃいました。でもすごい楽しかった。そう、満喫してて、モリティもお腹いっぱいで、その広島でも自分のわがままでラブリーラブリーやらせてもらったりとか、
なんか多分ね、結構私が一番エンジョイしてるんじゃないかな、まあ、元気ツアーをっていうぐらい。おお、いいですね。私は楽しいツアーになりました。私も結構楽しませてもらいましたよ。よこよこ。はい、私は本当昨日か、うん、ね、昨日あツアーファイナルの札幌でプロデューサーやらせてもらったんですけど、はい、踊りたかったので、うん、1曲マイクを置いて、うん、あそうだね、みんなに歌ってもらって踊ったりとか、うん、あと私がみんなと歌いたかったから、うん、1人ずつ順番に出てきてもらって、うん、2人でこうペアで歌うっていうのを繰り返しやったりとか、あと最後にずっと歌いたかったポッシブルの桜色のロマンティックをね、 あれやっぱさ、こう最後にやると超盛り上がるし、うん、めっちゃいい歌詞だからね、最後にぴったりなわけよ、うん、ぴったりだね。だからその曲をみんなでできてすごい良かったなって思う。楽しかったよ、この夏の公演で。意外にちょっと自己満だけど、私にしかできない公演できたんじゃないかなって。この夏卒業おめでとう。違うわ。俺キッカが言い張ってね、もうね、そうなんだよ、みんなでね、私の卒業扱いするけど、はい、でもこの夏はみんなと結構仲いいから本当に。そう、ね、昔から、うん、やっぱ年も近いおかげで、うん、ポシボーのメンバーともキッカもダメだし、でみんな仲いいからそういう公演ができたのかなって。卒業違う。おめでとうじゃないから。よかったな、なんでおめでとうって寂しいって。違うじゃん。それギャグだから止めるべきじゃん。はい、しません、しません、嘘です。止めるべきじゃん、みんなもうちょいさよならじゃなくて、そうやめないで、ありがとう、まず美和くん、ありがとう。そうやってさ、みんなさ、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。諦めないでって。忘れないようじゃないよ、ね、さ、みんな最高、ノリいいね。まだ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 居座りますから、そこに。楽しかったですね。そう、まあ、現実はすごい楽しかったから、うん、またね、まあ、夏は個々のグループで忙しくなっちゃうと思うので、うん、これからまた夏それぞれのグループで成長できたらね、はい、秋にまたツアーなんかできたらいいななんて思ってるので、引き続き負けん気のね、うん、応援もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそして、はい、ちょっとありがとう。そしてそして、はい、アイドルオタクラクジのね、パーティーライブがありましたけれども、う、ね、うんうん、六本木でね、イオプスシアターにて、ね、ステージの作りがすごく面白くて、ステージがめっちゃ広かったので、アップがね、広いステージ大好きなの。ピロシキさん来てくれたって。お、ありがとう。ありがとうございます。なんかめっちゃステージを全面使いまくって暴れましたね。ね、楽しかった。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。そして、そうなんですよ、そうだ、アルバムがですね、私たちの、最新アルバム、はい、サードアルバム括弧仮が発売になりました。イエーイ、新しい発売されたよ。皆さん、私は発売中なので、ね、うん、ぜひまだゲットしてないよって方もゲットしてもらえたら嬉しいんですけど、はい、お願いします。前回もショールームでね、うん、本当にプッシュ企画をやらせてもらって、あーずと2人でね、うん、そう、曲それぞれにタイトルつけてみたりとか、タイトル面白い、キャッチコピーですね、キャッチコピーか、うん、そうつけてみたりとかして、そうなんですよ、今、うん、その発売中のアルバムの、はい、欲しくなったらすぐゲットできるというね、なんとも、なんとも、なんとも親切な、親切なバナーが、こっちにあります。左上ですよね、左上にございます。すごい、めっちゃ便利。こちらをチェックすれば、なんと、タワーレコードの、オンラインサイトに飛びまして、はい、ゲットできちゃうという。ゲットゲット、素晴らしかった、ありがとう、ありがとうございます。あ、すごいね、初回限定版と通常版、通常版2つあります。はい、初回限定版はね、私たちの映像、うん、ハイスパートキングダムの映像なんかも入ってますので、はい、私はそちらがおすすめですよという感じで。いいですね、おすすめですね、うん、はい、オンラインで買うとさ、オフィシャル、あれですよね、なんだっけ、ついてくるよね。何ついてくるの、あれだ、それのハイスパートキングダムのオフショットだ。そうだね、オフショット、オフショットってんじゃなくて、なんて言うんだっけ、舞台裏、そう、それ舞台裏の密着映像みたいな、それドキュメント映像みたいのが、はい、そう、ついてくるから、それもすごい面白いの、みんなリアルで、ね、もうほんとみんな瀕死状態な姿が映ってるから、でもそれを経てのね、私たちだったから、それも見てもらえたら嬉しいなと思うので、ぜひそちらも見れる、こちらバナークリックしてゲットしてもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。まあその発売も、あ、そうね、記念してという感じで、リリースイベントがね、やりました、たくさん行われて、初日か、池袋、そうだね、池袋、なんだっけ、ラクーバー、秋葉、錦糸町、新宿ありましたね。あ、アップエンドアップとかも初披露しちゃったりね。そうなんですよ、
しました。アルバムの中のアップエンドアップっていうモリティのおすすめ曲があるんですけど、そうなんですよ。それをちょっと初披露、まだ1回しか披露してないので、そうそう、これからねどんどん歌って踊ってなんかね、うん、楽しいサーカスみたいでちょっと楽しい感じになっていますのでね、うんうん、はい、なんかまだまだ見てないよっていう方はぜひ次の披露を楽しみにしてくれれば嬉しいなと思います。はい、リリースイベントもこの後もねちょこちょこと続きますので、はい、そちらチェックして遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。そして、おう、そうだね、ついにあさってからあのアプガの47都道府県ツアーランアプガランダッシュのですね初日を迎えます。あさってか、早いね。実際やばいっすよ、実際ね。ちょっともう最近ねちょっとね覚えることが本当にたくさんあって、本当にもう今やっとね、負けん気の子ももはやもう忘れてますね。負けん気はね、もはや何をやったか忘れるぐらいに、もう一個ずつ切り替えていかないとね、入らないから便利な頭になったなと思います。わかる。ちょっと奥のこうファイルに移し替えました。記憶ファイルに。で、新しい部分を開けて今一生懸命覚えてるんですけど、なんか新しい試みとかも、まあまだね初日を迎えてないから言えないですけど、うん、新しい試みとかもそうなんですよ、ありますし、ちょっと楽しみですね。これやってどうファンの方がどういう反応してくれるのかなとか、そうそう、もうきっと盛り上がってくれると思う。ちいさにんが廊下って書いてるんですけど、どことどこと廊下ではないですよ。廊下で何、それだけ覚える、あ、そう、廊下があるということで、違うよ、忘れっぽいというわけでも、はい、記憶力が悪くなったということでもないですからね。そうです、はい、まあ、意外に老化してる私たちが頑張ってるから見に来てほしいっていうのは本心ですけれども、本心です。いや、47ね、47ですよ。そうなんですよ、まあ、自分たちから言い出したんですよ、これは。スタッフさんとかじゃなくて自分たちから47って入れたいですって言ったら本当にね実現化されましたから、そう、自分たちが言ったら責任を持って頑張るしかないので、結構ね大変だと思う。いや、思うよ私ね、ファンの皆さんも大変だと思う。あのさ、第3弾スケジュールまで発表されたんだけど、はい、発表されたから結構満足しちゃってて、わかるわ、もうね、30箇所ね、こう発表されたの、うん、あ、もう30箇所も出たかって、ね、行った気分になってるよね。冷静になってみる、まだ1個も始まらないかって。やばすぎ、やばくない。そうなんですよ。そう、これからですよって書いてくれてるけど、そう、これからですよってまだ言ってくれてるけど、そうなのよ。まだね、一つも言ってないの。そう、言ってないのよ。だから、どうなるか全然わかんないけど。そう、負けん気やつだからね、ちょっと言った気になってるけど。そうそう。めっちゃ面白いよね。発表されたことにすごい満足しちゃったんだけど。そう。でも、冷静にやっぱ47都道府県回れるってこと自体なかなかないじゃん。ないね。普通にお仕事じゃなくても、全ての県に踏み入れるってこと自体ないから、すごい素直に楽しみにはしてます。楽しみです。ありがとうございます。ね。美味しいもの食べれるかな、楽しみだな。そうだね。まあ、ご飯も一つの楽しみなのでね。はい。そう。初日はありがたいことに、ソールドアウトになってるので、はい、この勢いをね、持ったまま突っ走っていけるように頑張っていきたいなと思いますので、はい、新宿遊びに来てくれる方と一緒に盛り上がっていきましょう、はい、よろしくお願いします。ちょっとツアーのスケジュールとかも確認しちゃいますか。そうですね、行きましょう行きましょう行きましょう。こっちですね、今ホットな感じで、はい、47都道府県ツアーなんですけど、はい、第1弾ツアー、第1弾スケジュール、新宿、高崎、奈良、神戸、はい、京都、高知からの高松、松山、名古屋、そして第2弾スケジュールがめっちゃ発表されてるんですよ。鹿児島、熊本、福岡、札幌、郡山からのですよ。皆さんちょっとスクショとかしてくださいね。そんな早くない。埼玉、米子、広島、大阪、長野ですね。第3弾がですね、ダダン、富山、石川、福井、そしてですね、でん山口、佐賀、長崎、はい、そしてからの茨城、秋田、岩手、でん和歌山、滋賀、うん、ですね。で、特設サイトも開設されましたということで、でこの、第3弾スケジュールがですね、ただいま先行受付中なのでですね、はい、少しでも
気になった方はチェックしていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。またね、あの特設サイトの写真とかすごいかっこいいから、そうかっこいいんですよ。そう、新ビジュアルという感じで、そうですね、まあ、私たちのツアーのこう気合いの入った写真が、はい、上がってますので、そちらもねチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。皆さんのねお住まいの県に絶対に行きますから。そうなんだよ、 100% 行きます。絶対行くから。そんなことないからなかなか ね、アプガニね、ちょっと大変な時期もあるかもしれないけども、うん、1日だけ本当アプガニに時間をくださったらですね、絶対に楽しかったなって、行ってよかったなって思ってもらえるように、そう頑張りますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、あそうだよ、29日にはさ、はい、ツアーが始まってちょっと経って29日にはアットザムザーワールド、そう噛んじゃった、ちょっと噛んでる、甘噛みだから突っ込みづらいけどアットザムザーワールドも春のジャム祭りですねにも特別出演が決まりました。ありがとうございます。アットジャム最高。アットジャムって嬉しいですね。いつもあったかいんですよ。アットジャムザーワールドもの番組もね、私初回とかですよね。うん、私たちもらってね、なんか番組がね成長していくのを少しでも支えられたのかなと思うと、うん、嬉しいです、ね。すごい嬉しい。なかなかね空気感の面白い番組なので、はい、それのイベントということでね。楽しみだわ。まあ、イベントもみんなで作り上げていけたらいいなと思うので、うん、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。待ってます。ね。ね。そして。はい、そうなんですよ。で、アプガのね、あ、ほい。はい、アプガのね、バナープレゼント企画も今月いっぱいやるんですよ。で、まだゲットしてない人は、左上のバナー、出てないですね。なるほど、なるほど。ちょっと左上のバナー、後で出ますか？出ますか？はい、また、後で出る。出るみたいなので、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひそちらもクリックよろしくお願いします。はい、ということで、なんか1週間いっぱいあったね。そうなんですよ、めっちゃ話した気がする、はい、盛りだくさんな、もりもりもり、私たちだったそのリリースイベントとか入れて、はい、今日であれだったんですよ、11連戦すごいですね。今日11連戦が無事終わったということで、終わりました。でもなんと明日はね、まあ、ちょっとイベントがあるけど、うん、それを明日終わって26日迎えたらまた11連戦そうなんだよね、攻めますよ、アップが。攻めます、止まりません。そうです、まあ、です。もうぐいぐい進みますからね、はい、皆さん、まばたきもせず見ててくださいという感じ で、お願いします皆さんが追っつけないぐらいに成長していきたいなと思うので、はい、少しでも見守ってもらえたらなと思います。お願いします、まあ、いっぱい言ったのでね、いろいろブログとかオフィシャルサイトとかチェックしてもらえたらなと思います、はい、お願いします。じゃあそろそろね、コーナーいっちゃいましょうか。やっとだ、やっとだやっとだね。じゃあこの後でタイトルコールお願いします。はい、二人語りの30分30分もないかな、30分もないね、ちょっとね、オープニング話しすぎちゃったから、ちょっと二人語り30分、はい、イエーイはい、まあ、このコーナー、まあ、今日はちょっと大人なね、二人ですから、はい、しっとりとね、ちょっといろんな話をしていきたいなと思うんですけどやっと大人感出すよ、やっと大人感出した、はい、ありがとうございます。こちらのねボックスにいろいろキーワードが入ってるんですよ、yeah. でそのキーワードに沿ったトークをする二人きりの、まあ、定番のねトークコーナーなんですけども、あ、実はこの二人やってなかったのって、やったことないっけ、やったことない、興味ないからいいや、はい、ちょっとモリティのこと大好きなのに、はい、ということで目先のことは全部知ってるからね、やば、急にちょっと気持ち悪かったねキュンだわじゃあ今のちょっと面白くない、ほんまに、キショイか、キショイで何よ、キショイとか言わないでよ、急にツンデレ、キショイやばくない、今のちょっと自分で面白かったなやばいわ、やりましょう、はい、やりましょう、こんなこと言ったらどんどん時間なくなっちゃうからさ、ね、じゃあコラッちゃんがすぐ喋りすぎちゃうからな、だからなかなか呼んでもらえないんだよきっといやいやいやでね、待って、ちょっと嫌なの引いた気がするね、いくよ、はい、せーの、ガダーン、マジか、戦国みなみ、出た、誰ですか、みーちゃんのことを話していきましょうか、はい、ミーコか、まあ、ミーコはどうですか、ミーコなんです、正直なところどうですか、ミーコは、いや、ミーコは、はい、いや普通だったら最年長であれじゃマジイラッとするわかるわ、はい、でもなんかさ、うん、逆に天才だと思うんだよな、あの子本当に、思うよ、天才だよあの子は、もうさ、何なんだろうね、あのさ、うん、ミーコのミーコ感っていうか、うん、本当に、ね、
ミーコぶれないよね、いろいろね。そうなの、すごいと思う。ミーコがミーコでしかないから本当に。そう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 、でもミーコではあるんだよ絶対、うん、もう意味わかんないよ、ね、そうだそう、侍魂とかさ、そう伊達さんとか小田さんとかはさ、え普通さ、だってあれ結構本気なんだよマジで、キモくない？全然歴史知らないじゃんとか言ってメンバーにめっちゃ突っ込まれてるのに、いやいや私は知ってるみたいな、すごい好きだからとか言って、うん、あのやり通しちゃうところが、でこんだけ突っ込まれたのに全然勉強しない人思わない。いやもうね、そこが本当に尊敬する部分、うん、尊敬する。別にあのどんだけその自分がこう言ってもいいわけよ、好きみたいな感じで言っててもいいけど、あのそれでさ、みんなにこんだけいじられたら、うん、ちょっと自分詳しくなったそうかなとか思うじゃん、普通だったら心配になっちゃうじゃん。なるなる、全くならない、はい、勉強してるけど全然入ってこない。すごいと思う。入ってこないんだよね、天才なんだよね、そういうところが。いや尊敬してますよ。いやこれはね、うん、あの全部尊敬だよ、尊敬のまなしです。悪口じゃなくてマジリアル、はい、リアルリアルリアル、そう、そこがやっぱ一番尊敬するよね。そのさ、ぶれない感じが本当、戦国南は戦国南だっていうところが。私だって1年に1回キャラ変えてるんだよ。私1年に1回さキャラ変えてんのにさ、ミーコ絶対変えないからね。すごいじゃん、ぶれまくりじゃん。ぶれまくりだよ本当に。だってぶりっ子もナルシストもさ、腹黒キャラもやったしさ、滑りもまあやってるけど、なんかエロティとかもやってるけどさ、すごいじゃん。すごいよ、ブレブレだけどさ。すごいじゃん、ミコブレないんだから。全然中身のないさ、オムライス好きキャラでさ。すごいでしょミコ、ね、中身もないのにずっとブレないんだよ。褒めてる褒めてる、すごいじゃん。本当にね、やっぱそういうところが、まあ、本気なんだよ、やっぱ本気で好きなんだよね、うん、好きだと思う。だから本気で好きなものを好きって言ったりとか、うん、やっぱそういう素直にまあね、うん、あの周りに流されずに素直にしてるっていうところがやっぱいいところだと思います。そんな最年長です、はい、リーダーではございません。ありがとう。次行きましょうか。はい、はい、ということでね、おう、行きます。なんかちょっとこれもいきなり引いた気がするな。古川小夏、すごいじゃん、すごいじゃん、今日なんか持ってんじゃないの。いいよいいよ、とりあえず話そうよ。じゃあ小夏は、うん、怒ったの。どうせ違う、怒ってない。何怒ったの。モリティはね、結構ね、小夏を親だと思ってる。知ってる知ってる。親だと思って、なんか、泣いた時とかもね、小夏のね、胸が一番安心するし。知ってる知ってる。なんか、小夏もね、ちゃんと、こくげてくるの大丈夫だよ、みたいな。大丈夫だよ、さっき大丈夫だよって声かけてくれるからね。しかもさ、ほら、家族よりもやっぱメンバーって一緒にいる時間が多いじゃないですか。なんで笑ってんの、そんなに。めっちゃちゃんと話してくれてるのに。あ、卒業した人か、とか。逆にね、逆にね、人気ナンバーワンとか書いてるから。もう嫌味でしょ、ただの。いや、いいけど、ほんとに。いい人ですよ、もう。本当にね、そう、家族よりもさ、うん、実際のね、家族よりも、一緒にメンバーといる時間の方が長いから。うん、そうだね。まあ、アップグで、まあ、綾野もお母さんっぽいけど、私のお母さんは小夏かな。という感じですよ。そうですね、あの、はい、テキパキできる親じゃないからね。そう、まあ、あの精神的にはみんなのことを支えますよ。はい、そうです。マイペースなところはあるけども、精神的に支えてくれてる、そうそう、いいお母さんでございます。いいね、お母さん、いい、2児の母、2児の母、2児の母。いやいやいや。はい、そんな感じ、まあ、そうですね、森さんは育ての、あの、このキャラの育て親みたいなもので、そうじゃん、そうじゃん、そういう意味でお母さん感はやっぱあるかなとは思うけど、ね、私いじられキャラは古川小夏に育てられましたからね。やっぱそれはね、うん、結構このショールームでも言ってきたけど、そうですよ、まあ、そういう意味で、あの、ちゃんと面倒見なきゃいけないなとも思います。面倒見てくれてます。お世話になっております。やっぱ古川小夏といったら、どうですか、古川小夏さんは実際。やっぱりみんなに愛されてるからこそのピンク、うん、メンバーからピンクを担当させてもらっていて、うん、やっぱり、うん、アプガの、ビジュアル担当であり、うん、お姫様だなって思います、うん、はい、次行きましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。次どうぞ。あ、聞けなかった。お、いいね、出てきた。このメロディーは君と、いいね、いい曲だね。この曲好きなんですよ、うん、全力パンプアップとかね、そういうシングルと一緒に入ってた、全力パンプアップと一緒に入ってた、うん、曲ですけれどもね。あ、一番好き、本当に。ありがとう、ひろしきさん、ありがとう、これはいい曲、ありがとう。
俺もありがとう。名曲やな。ありがとう。いい曲だよね。嬉しい。この曲はさ、あのね、すごくあれ中野サンプラザ思い出す。あ、思い出すね。そうだからね、すごく好き。うん、好き、思い出す。あの中野サンプラザでもう結構みんな声やばかったんだけど、最後の方の曲で。一番最後ではないよね、確かね。最後ではない、最後の方だ。そうで、みんな結構声やばくなってきちゃったんだけど、うん、その中でもこうみんなで、あ、この私たちの曲で一つになってほしいみたいな気持ちが一番伝えられた曲なのかなってすごい思って、これはすごく好き。なんかそう、このメロディーは君とってこうタイトル自体もだし、歌詞も一人じゃない僕ら一つになれる場所でとか、今棒読みだったけどとか、なんかすごいなんかこうみんなでこれからもなんかアップガの音楽作ってこうねみたいな、みんなで作ってこうねっていう感じがすごいあったかくて、なんかなんだろうな、アップガってやっぱいろんな人に支えてもらってるからぴったりな曲だなと思いますね。確かに曲、そうなんですよ、本当ストレートに伝わるよね、この歌詞って。そうなんです。これは泣いたなだって、嬉しい嬉しい。そうなんです、今こう聴いてもね、中野サンプラザの景色を思い出す、ね、私たちにとっても大切な曲ですね。嬉しい。そうかな、アルバムに入ってるんだよね。アルバム入ってる入ってる。あ、そっか、サードアルバムにも入ってる曲なので、入ってます。ぜひぜひおすすめの曲なので、アルバムゲットした際は注目してもらえたらなと思います。ゲットゲット。お、アルバムの曲先週喋りきれなかったからこの中に入ってるって、テーマの中に。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、嬉しい。じゃあちょっと次も行っちゃいますね。なんか出るかな、うん、あ、お、出た、アットジャム。いいですね、いいですね。ちょっとリアルタイムですね、なんかね。一応ね、こうアットジャムファミリーじゃないですけど、そうですね、一緒にアットジャムと走ってきてるってい う, こうメンバーの中に入れさせてもらってるので、うん、やっぱすごくなんだろう、大切なイベントだよね。こう自分たちも一緒に育てたいみたいな。うん、うん、なる。こう出させてもらってるっていうよりかは、自分たちもこう一緒に盛り上げていかなきゃなっていう、こういい意味で義務感も持ってるというか。そうだね。ちゃんと責任を感じてるっていうか、うん、このイベント盛り上げてるみたいな。そう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 。まあ嬉しいよね、それはね。しかもアップが初めて海外でイベントやらせてもらったのがやっぱアットジャムだよね。アットジャムの海外のイベントに出させてもらって、台湾とか香港とかも行かせてもらったりして、こうなんかアップがこうワールドワイドになりつつあるのは、やっぱりアットジャムがあってからこそだなと思うので、とても感謝しております。 ね楽しいしね、毎回ね。そうなんだよね。そうなんですよ。しやっぱアットジャムのおかげで、あれなんですよ、横浜アリーナに立てたのはすごい嬉しかった。去年ね、まあいろいろあったイベントですけど、はい、いろいろありましたっけ。そうなんですよ、ありましたね、まあ、ありましたね、いろいろ、そういろいろあったんですけど、はい、でも今年もやれたらいいなって本当に思ってる。やりたいやりたい。そうそうなんですよ。あれはね、やっぱ横浜アリーナ、あれトップバッターだったよね。トップバッターだった。そう、メインステージのトップバッターやらせてもらったんだけど、めっちゃプレッシャーだったな。そう、でも本当に結構早い時間でさ、うん、10時半だよね。結構早い時間だったんだけど、うんうん、ゴリゴリにね、もうみんな起きろよみたいな全力パンパンとか鳴らしちゃったからね、もうね、全然優しくないの、うん、なんかおはようみたいなのじゃなくて、そうそう、いつまで寝てんじゃんみたいな感じでいきなりやったけど、うん、でも全然みんながついてきてくれて、やっぱそれはすごい嬉しかったよね、うん、楽しかった、うん、めっちゃ気持ちよかった、気持ちよかったです。はい、これからもぜひ一緒に走っていきたいなと思いますので、はい、お願いいたします。まずは 29? 29だね。ぜひぜひ応援ください。待ってます。よろしくお願いします。じゃあ次はこの人かな。ありがとう。何が出るかな。ドゥルンドゥルン。泣ける話。わー、なんだろう、まあ、これ漫画の話苦手なんだよ。苦手なんだよな。泣ける話、泣ける話か、泣ける話、泣ける話か最近あれだっけ、最近ですね、なんかあの、サホが、お、サホがもうすぐ二十歳を迎えるんですよ、うんうん、あと3ヶ月とか、ね、あの6月8日、はいはいはい、8、8日で、はいはい、あの誕生日を迎えて二十歳になるんですよ、はいはい、で、なんか、うん、もう私あの北原さやかっていう一緒にエッグの頃から一緒に仲良くしてる友達がいて、うん、3人で仲良くて、うん、北原さやかはあの森崎と同い年なので、もう二人でこうなんか一緒に遊びに行ったりとかしてても、うん、時間がこうさ合うわけよ、ね、大人なので、うんうんうん、で
遊べるようになるし、みんなでご飯食べに、夜とかご飯食べに行けるねみたいな、みんなでお酒飲んだりとかもできるのかなみたいな話とかしてるんだけど、さあかりはですね、いや、こまっちゃんとは大人になったら遊ばないよみたいな、あ言ってた言ってた言ってくるんですよ。私は、佐保が小学校の時、私が中学校の時から仲良くしてきてるんですよ、はい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 、毎日ね、小学校の時は、はいはい、今日レッスン一緒に行こうっていうメールが毎日送られてきてるから、かわいい、かわいいでしょ、もう毎日行ってるんだから一緒に行けばいいじゃん、はいはいはい、毎日連絡来るんだよ、かわいいでしょ、かわいい、そんな佐保さんがですよ、はい、最近、いやちょっと二十歳になったら、友達を一斉整理するとか言い始めて、泣けるそれは、もしかして、ね、もしかしてこなっちゃんは一枚に落とすよってこれはどういうことですか、これ笑っちゃいけないよね、そうですよね、そうなんですよ、大変だよ、連絡先消されちゃうかもしれないでしょ、そうだから今日最近何かこう、うん、私がちょっとふざけて佐保さんに絡んでも、うん、でもいいよあと何ヶ月の付き合いだから言ってくるんだよ、モリティのことだけじゃないでしょ、泣けるでしょ、泣ける、その上ね、喉乾いた時だけ寄ってきたりするのこなっちゃんね、喉乾いたないって言ってなるよね、財布も持たずに財布も持たずに私に寄ってくるんだよ、はいはいはい、泣けるでしょ、今日マカロン買ってたっけ、今日マカロン買ってあげた優しいお姉ちゃんじゃん、泣けるわ、もうひどいのよ、ひどいね、サホとあともう一人グルになってる荒井真奈美っていうのがいますね、あの兄弟ね、二人でね、もう妹っていうのをね、もう全面に押し出してね、それ以外の時全然慕ってきたりなんかしないの全然慕ってないくせに、そんな時だけなんかお兄ちゃんみたいな、グルですごい、そうだよ、もうなんか甘辛食べたみたいな言ってきて、そうかそうかっつって、私たちはいつもね、その以外のメンバーをいつもなんかもう微笑ましく見てますよ、その光景を、泣けるでしょ、でも泣けます、ね、それなのに二十歳になったら、うん、さよならって言われてるのが泣けるでしょ、泣けるよね、こけされないといい、ね、泣いていいよ、ありがとうありがとう、あの兄弟があって本当兄弟だよね、最近みんなサホに何か言ってあげて、そういうの良くないよって、はい、ね、こなつっていう人間を一番大切にするべきだって言ってあげて本当は大好きなんですよ、そうだよ、絶対好きだから、絶対私のこと一番好きだから、その分かりこれとまたほら、もういいよ、あと何ヶ月だから言われるからね次いちゃう、次いちゃう、はい、ということで、はい、あ、なんかちょっとめっちゃ引いちゃった、めっちゃ引いちゃったから、でね、お近況近況ですよ、近況ですね、じゃあ森さんの近況話せる、近況、私の近況は、え、何かな、キャラ編した後、キャラ編、そうですね、なんかちょっと最近ちょっとエロティーか、なんかさ、あの聞いて、あのね、私ちょっとびっくりしちゃったの、握手会でね、うん、ファンの人にね、なんかアモリティ今日もあのよろしくねみたいな、今日もライブ楽しみにしてよって言ってくれたの、うん、ありがとうっていう会話をした後に、あれなんだっけみたいな、あのモルティの三段活用なんだっけみたいな感じで言われて三段活用って何ですかみたいな、それそしたら隣の森崎、誰だっけな、森崎 T みたいな、違う違う違う、なんか森崎エストみたいな、なんかエロ、なんだっけ、エロティ、あ、違う、チャラティ、エロティ、アダルティっていうのがモルティの三段活用になってるらしくて最近、うん、なんかそれを三段活用って表現したファンの人もめっちゃ面白いなと思って、皆さん、あのそれが最近のモルティの三段活用なので、はい、チャラティエロティ、あ、チャラくはないけど、チャラくはないけど、チャラいの、チャラエロいの、エロティなの、まあ、どれも受け付けないわ使いまーすだってそうそうなの、あのそ、結果のさ三倍衣装をね、あのそのサホアカリのチームのピンキのサホアカリの東京公演で着させてもらったんですけど、そう、それがちょっとありがたいけど、最初は恥ずかしくてたまんなかったのゆいかっこさりさん、かっこかりさんが、うん、ブレティだって4段活用にしようチャラティ、エロティ、アダルティ、ブレティ決まったわ、めっちゃ面白いじゃん、めっちゃ面白いじゃん、間違いないよ、なんか10段活用とかできちゃうんじゃないの、ちょっとそのうちね、はい、そんな近況ですかね、いいじゃない、はい、いいじゃない、そんな感じで、ラスト1枚ラスト1枚、じゃあこの夏、はいよ、行きましょうデデンデデン卒業、おお、なんかちょっと見られたよね、トランちゃん今までありがとういや、マキおめでとうじゃないわ、お疲れ様でもないわ、みんなみんな、やばい、コメントが一気に増えた、コメントが一気にやばいやばいよ、え、なん
つだわ。本当だよ。荒れすぎ荒れすぎコメント。もう本当に泣ける話だわ一番。みんなが全然止めてくれないんだよ私を。卒業ね。卒業ですね。そう時期なんですよね。そうね、関根さんも卒業したしね。そうだよ、おめでたい、おめでたい。だってさ、私たちさ、まあアップ側を組んでからはまだ4年しか経ってないけど、もう研修生、あのハロープロジェクトの研修生時代からしてて、新井のまなみなんて、新井のまなみなんてさ、小学校1年生の時から知ってますからね。その子がもう高校2年生でしょ。卒業3年生だよ。卒業3年生でしょ。すごいよね。そうなんだよ。あ、そうだね、もうすぐ19歳じゃん。そうだよ。あれ、こんなちっちゃかったのにさ。そうね、卒業ですよ。卒業とかいろいろあるんですよ。びっくり、ね、しみじみしますね、卒業。しみじみします、ね、最後にいいの引いちゃったのか悪いの引いちゃったのか。いや、ほんとですよ。いいの引いちゃったんじゃないですか。卒業くん、この夏からの卒業、バイアカリ。消える。そうですね、卒業ね。卒業ね。でもなんか、私は卒業ほらもう、そっか、そうだね、遠いものじゃん、うん、だけど私はですね、うん、結構まあ結構リアルな話ね、俺リアルな話だけど、あの同い年がみんな卒業しちゃったんですよ。あ、大学を。そうだそうだそうだね、はい、だから超リアルタイム。そう、結構真剣に焦ってます、うん、なるほどね。あ、まあまあまあ、リアルな話、あのなんていうか、まあいい意味で気が引き締まると言いますか、うん、はい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 。やっぱ同い年も新社会人っていうんですか、そのそうですね、新社会人になるし、はい、みんな会社で頑張っていく年なので、うん、私も頑張らなきゃいけないなっていうのを思います。私も、はい、この人1個下なんですけど、そう、やっぱこの代って就活してるんですよ、みんな大学の友達が。だから私は就活はしないけれども焦るよね。なんか周りの子が頑張って、私も目いっぱい精いっぱい日々を頑張ってるけれども、やっぱりそのなんていうの、新しくこうさらに頑張ってるさ子たちが周りにいっぱいいるから、すごいね、焦るんですよね。そうそう、焦りもするけどね。焦りもするし、なんかこれからこう大変だと思うから、うん、社会人って、なんかそういう人たちのこうなんで頑張りとか、そういう人たちにもエールを送れるようなグループでいたいなと。自分が焦ったりとかしてるわけだから、みんなもきっとそういう風に思ってるんだろうなって思うから、なんかそういう人にエールも送れるようになったら本当に嬉しいなっていうのを、冷静に結構真面目な話ですけど思いました。思いますね。卒業って結構やっぱ今の時期にね、しみじみ思っております。そのシーズン、そういうシーズンから47都道府県が、ね、始まるからね。確かに。さらにこう気合を入れてね、うん、なんかお届け、みんなに歌とダンスをお届けできればいいなと思います。はい、はい、ちょっと真面目な話になっちゃいましたけど、いいんじゃない、最後として、いいんじゃないと思うよね、うん、いいと思います。それじゃあちょっとここで切りましてですね、エンディングに行きたいと思います。はい、皆さん今日も本当にたくさんのコメントとかアイテムいっぱいありがとうございました。ありがとう。それでは現在のランキングを確認してみたいと思います。はい。3位クララさんです。え、クララさんのアイコン変わった。どれ、なんか白、白から色変わった。色変わったじゃん。日焼けしましたよ。めっちゃ面白いやん。めっちゃ面白い。クララ結構真剣に日焼けしてる。真剣に日焼けしてるよ。絶対うちらの見てないでしょ。サーブ言ってたじゃん。ありがとう。なろうだってもう。かっこいい。クララさんやるな。ありがとう。はい、おめでとうございます。そして2位がピーちゃん、ありがとう、おめでとう。ずっと上位にいたね、3位。ね、いたね。そして1位が、そして台湾さん、あと台湾さんでーす。ありがとう、台湾から見てくれてんのかな、ね、ありがとう。嬉しい。それじゃあ、ちょっとあの、1位のね、トシアと台湾さんにはですね、メンバー、どっちか小夏かモリティかを選んでもらって、ありがとうっていうコメントをさせてもらいたいんですけど、どっちがいいですか、どっちがいいですか、お待ちしてます、コメント。トシさん、トシさん、どっちがいいかな。トシさん、トシさん、お答えください。お答えください、待ってます。あら、これはさっきまで反応してくれてたのにね。ね、これは綾乃のアイコンですかね。ちょっと綾乃がいないから真剣に悩んじゃってるのかな、ね、悩んじゃってるのかな。時差かな、そうちゃん、時差かな、時差あるのかな、ね、あるある、ある1時間くらいあるからね。ちょっと違う、それはでもインターネットにタイムラグが含まれないですよ。今時復旧してますから、はい、インターネットね。お、小夏のエロい、え、小夏でエロくおとなしくお願いしますだそうです。おー、
小夏のエロ川さん食べません、待って、エロ川さん行きますか。それじゃあエロ川さんのありがとうまで3、2、1、どうぞ。どうした、ありがとう。待って、鼻笑いも入っちゃった、鼻笑いも入っちゃったよ、ごめんね。大丈夫ですか、トシさん。トシさん大丈夫、満足、大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。みんなスクショした、スクショ大丈夫、スクショしてない、大丈夫、スクショしてから、してから、卒業おめでとうじゃないよ。みんなして卒業、今までありがとうでもないし、全然、はい、やばいね、はい、ありがとうございます。これからもいいとどまるからね、ここに。ありがとうございます。それではね、アップガのこれちょっとお知らせをしたいなと思うんですけど、はい、あ、そうだ、そうですね、さっき、はい、さっきも言いましたけども、3月17日にサードアルバム過去から発売しましたので、ぜひ皆さんたくさんのチェックよろしくお願いします。あ、こっちにね、バナーがありますから、クリックしてもらうと、はい、上がります。イエイイエイ。そしてそして、あ、うん、そうだね、何、そしてそして、あ、そうそうそう、バナーが新しくなってる。何が、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。上があのあれに、アバターが、アバターのやつに、アバターに変わりますね。3月いっぱい、はい、3月いっぱいです。皆さんぜひゲットしてください。よろしくお願いします。そしてさっき言わせちゃったんだけど、はい、97都道府県ツアーの追加公演が決まったんですよ。そうや、5月の6日にね、その水曜日祝日なので、吉祥寺にて、はい、ゴールデンウィークだよ、ゴールデンウィークだよ、2公演行われるよ、イエーイ。なので、そう、ありがたいことにサードアルバムになったから、ちょっとね、きっとさ、5月だからさ、いろんなところ回ってまた東京にね戻ってくるから、成長した、さらに成長した私たちも見てもらえる東京公演なのかなと思います。はい、お願いします、来てください。そして、そうなのよ、そうなのね、これはでも締め切った、あ、そうですね。はい、すごい超テンパってるじゃん、ちょっとテンパっちゃった。はい、そういう感じでございますね。以上です、以上で、以上ですか、本当に以上ですか。そうですかね、そうですね。あと、まあ、今週、ね、明日ってから11連戦が始まるので、まずは先ほど言ったツアーが始まるのと、そしてあとリリースイベントだもあります、ね、が行われますね、はい、渋谷、渋谷、渋谷、そして他にも行ったりとか、あとヌーちゃんも行くし、大阪、大阪、そうそう、行ったりとか、そこからさらにね、またツアー3連戦が待ってたり、うん、間にはアクジャム、そしてあとひなフェスにもお邪魔します。ひなフェスが出てますよ、はい、初参加だよね。そうだね、そう、初参加で、やっぱね、会場もあそこなんですよ、マセヒコなんですね。嬉しいじゃないですか、ね、じゃあ私たち昔ね、はい、お世話になった場所だし、そう、ま、そこに立てるのすごく楽しみにしてるんで、あ、そうだ、横浜ビブレだ、あ、そう、ビブレが1日が、うん、そうそう、いろいろあるので、それ全部チェックして遊びに来てもらえたらと思いますので、はい、お願いします。私たちのブログ、そしてオフィシャルホームページをチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして、ショールームからもお知らせがあります、はい、ショールームは ですね、公式の、あ、私ね、はい、大丈夫です、大丈夫です、公式ツイッターをやってます、はい、やってます、はい、番組の最新情報やここでしか見られない画像がアップされます。ぜひフォローしてください。お願いします。公式アカウントは DNA アンダーバーショールームです。よろしくお願いします、はい、フォローしてください。はい、そして次回のね、放送を絶対に見逃さないためにも、ハートマーク、ハートマークどこだよ、こっちか、右上、プラスの方だ、右上をクリックしてもらうとお気に入り登録されるので、アバタープレゼントもね、今月でいっぱいで終了となってしまうのでですね、まだゲットしてない人はいっぱいゲットしてもらいたいし、来週もね絶対に見てもらいたいので、はい、皆さん、ここのハートマークのチェックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、そろそろお別れの時間ですけれども、これをね、きっと、まあ、最後まで見てくれた方も、アップガの公式 YouTube 公式チャンネルから見てくれてる人も多いと思うんですけど、火曜日の、毎週火曜日の22時から生配信してて、そこではこうコメントをねいただけると、メンバーとも直接やり取りできたりとか、はい、いろいろ楽しい会話がいっぱいいっぱいできますし、私たちも毎週楽しみにしてるので、ぜひぜひ生放送でも見てください。よろしくお願いします。はい、呼吸するの忘れちゃった。そっか、来週から、そっか、朝なんだ。
そうじゃん、来週そう、私たち高崎にいるんですよね。できんのかな、どうでしょうね、イレギュラー放送になっちゃうかもしれないってことですね。だから、あれですね、また放送日とかはアプガの、そうですね、オフィシャルツイッターでお知らせしますので、します、アプガの、ね、はい、ツイッターとかもぜひチェックしてください、お願いします。次のショールームも絶対見てください、お願いします。みんなしてこなすのこと忘れないよみたいな、その空気さやばいね、これで見納めかみたいなこなす今までありがとう、やめないね、ありがとう本当に、これから、これからやっとツアー始まるそうがないよ、してた30カ所発表されたけどまだ1個も回ってないからかわいいかわいい、小夏姫を見に、そうなんですよ、ぜひ見に来てくださいということで、はい、大丈夫、私ずっといるからね、いるからツアーね、ぜひね、自分の県に遊びに来てくれた時は、くれた時おかしいで、行った時は、うん、ぜひ遊びに来てほしいなって思うんだけど、はい、何よりこうやっぱその地でアプが熱いんだよっていうのをみんなにアピールしたいなって思うの、だからやっぱりアプガのこと知ってる人がこう一緒に回ってくれたら本当に心強いなって思うので、これを機にね、少しこうあの県行ってみたかったけど行くチャンスなかったなとか、そういうのとかあったらぜひアプガと一緒に回ったら本当に楽しいツアーになると思うので、ぜひね、違う県とかも検討してもらったりとかして、一緒にツアー盛り上げていけたらいいなと思うので、ぜひよろしくお願いします、お願いします。ということで、はい、はい、そろそろお別れの時間ですけど、あ、そうですね、すごい3333人の方が、おお、3ぞろいじゃないですか、すごい、お、嬉しい、増えたもんと、ありがとうございます、3000人以上の方、また来週も、今度イレギュラー放送ですけど、もっともっとこれ以上の人と会えるの楽しみにしてます、はい、ということで以上、アップアップガールズかっこかりでした。